はい、パソコンの準備ができました。これが LL750 ですね、はい、これをひっくり返しますと、はい、こんな感じになります。で、ロックが 2箇所ですね。2箇所ロックかかってて、こちらはもうロック解除になってます。あと、まあ、こっちをロック解除してちょっとね引き上げるとこんな感じで外れます。はい、これが古いやつですね。はい、で、これ新しいのを入れて、はい、はい、これで完了です。はい、ちょっと起動してみましょうか。よっこいしょ、うん、うん、画面入ってるかな。あ、入ってるね。ちょっと小さくしないと起動画面が映らない。よっこいしょ。うん、じゃあ電源入れますね。起動早いです。 NEC よっこいしょ。で、自動ログイン設定になってますんでね。はい、起動完了です。マウスよいしょ。じゃあバッテリーの残量ちょっと見てみましょうか。USB、 じゃあちょっと画面横切ります。よいしょと。ダメだ、反対側行かないと見えないよっこいしょ。でもこのバッテリーマークをクリックすれば充電量がこの下のね、はい、55% ですね。今バッテリーの残量が 55% になってますんでね。よっこいしょ、見えるかな。バッテリーの残量が 55% になってますので、この後ね、うん、AC 電源をつないで、バッテリーの充電をしたいと思います。ということでね、サードパーティー製の、互換バッテリーですね、はい、を装着しましたという動画でした。お付き合いありがとうございました。